この話というのはちょっと生々しい怖さがあるんですよね。まあ何年か前になるんですがね、昔東京のラジオ局にいた人で、まあ、仮に A さんとしておきましょうか。でこの人は今地方でイベント関係の仕事をしてるんですよね。で随分としばらくぶりに私電話をくれたんですよ。それは公開放送の生出演をしてもらえないかというものだったんですね。話では地方局が主催しましてね、それで地元が協賛ということで、でまあ特設のステージからその番組を放送するというそういうもんなんですね。それが5月の連休5日間、日替わりでもってタレントさん、それからミュージシャンという方々がまあ出演すると、そういうわけなんで、これいい人なんで、ああいいですよ、引き受けたわけだ。それで当日行ってみた。私は初日だったんですよね。場所はちょっと定かなことは申し上げられないんだけれども、近畿地方と思ってください。そのある都市の、それも市街地からずっと行ったところの大きな川なんですがね、その広い河川敷、ここが会場なんですよ。要するにオープンの会場なんですよね。そこに特設のそのステージが3つばかりポンポンポンと離れてあって、あとはその地元の産業などを紹介するブースがあって、その向こうにまあ小さな遊園地ができてるわけですよね。で緑の堤防、この上にはねもうずらーっと露店が色とりどりこう並んでるんですよ。アドバルーンが上がってる、ドーンドーン花火も上がってる。5月の連休初日ですからね、もう近県から車がどん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 やってきて、広い駐車場も車でびっしりいっぱいなんですよ。人でごった返してる、非常にすごい。それで私はというと、その一番のメインのステージ、そこから番組をね放送したわけなんですが、その時この場所を要するに全部その責任を持ってまあ管理をしていた、その人が、まあ、荒木さんっていうそのラジオ局のねディレクターなんですよね。まあ初日ですからね、この人忙しいんだな、あっち行ったりこっち行ったりしながらすいません一生懸命夢中でやってましたよ。番組はすごくうまくいったんです。で彼もどうもありがとうございましたって、いやこちらこそありがとうございましたって言うんで気持ちよく私帰ってきた。で1週間ほどして私を呼んだその A さんからお礼を兼ねて電話が入った。どうもありがとうって、いやこちらこそどうもありがとうございましたって話をしたらば、実はねあの時にねおかしなことがあったんだ。え、聞いてみると、いやいや稲川さん、あなたのところね、あのステージを担当した荒木というディレクター、そのディレクターと同僚のもう一人のディレクター、この二人が変な体験をしてるって言うんですよ。へえっていうんで聞かせてもらった。というのはこの会場がね、何しろ吹きさらしのね河川敷なもんですからね、大きなその機材はあるんですよ。これ動かせない、これはしょうがない、他にもいろいろある。で一応警備はいるんですが、あの小さなもの、高価なもの、これはまあ一旦持って帰って次の日また持ってきてということになるわけですよね。結構面倒なんですが、これ仕方がない。かといって局まではえらい距離があるわけですから、まあこの会場近くのホテルとかアパート変えられないもんだろうかと探したんですが、アパートもなければホテルもない。スタッフ一生懸命探したらやっと見つかった。それが古い二軒長屋だって言うんですね。さて、いよいよ明日が初日で、この荒木さんとその同僚が車に機材を積んでやってきた。その二軒長屋、周りに全く家がないんですよ。野中の一軒家ってやつですよね。なんでこんなとこにあるんだろう、そんな作りですよ。知り合いでもって横にずっと長いんです。建物の真ん中あたり、幅が60センチかそんなもんでしょうね、高さが180センチぐらいのこういう仕切りのね、ついたてがある。で、これは境界線でもってこっちと隣なんですね。話では隣の家は使えないってことだったんですね。で見るとはなく、この荒木さんひょいっとこう隣を見たの。と玄関の隣にちょうどこう小さな窓があるんですがね、ほこりかぶったその窓の向こう、室内にこうカーテンが下がってるんですね。ああ人がいたんだなっていう形跡はある。でプラスチックの波板、これはスーッとこう出てるわけですよね。軒が出ている。その軒の下に洗濯物を干したんでしょうね、その洗濯物のロープがプラーンと下がってるんですよ。それで洗濯バサミがこうひっついてる。なんとなくその生活の匂いがあるんですよね。まあそんなことあったんですが、さあじゃあまあ荷物入れようってんで鍵をね口開けた。ドアギッニーッと開いた。明かりをつける。掃除はされてるんですが、なんだかこうほこりっぽい。もう長いこと誰も使ってないですからね。と同時に消毒薬のような匂いがツーンと鼻をついた。なんだすごい匂いするなと。
まあでもね、長くいるわけじゃない、ちょっと寝るだけだからいいかと、まあ、荷物を入れて、それであれこれ片付けをして、もう明日がいよいよ本番ですから、そのまんま現地に入ったけど、現場へ入る、セッティングをする、テストをする、やってるうちに時間がいい時間でした。もう夜中ですよ。疲れ切ってそれ帰ってきた。まああの話ではガスがつくからお湯が沸くし、あったかいシャワー浴びられるよって言うんですけども、さすがにね面倒で嫌だから、いやもうって言うんで二人ともゴロ寝しちゃった。翌朝も早くから起きちゃった。それで現場に入ったわけだ。あれやこれやと仕事で追われてる、なかなか段取りも思うようにいかない。それであれこれやってるうちに結果的には夜遅くなっちゃった。それで一旦大事な機材は全部撤収するわけだ。あとは番組のグッズなんかも全部撤収して、でそれを持ってこの二軒長屋へ帰ったわけだ。二軒長屋ですからね、家の中入るとちょうど中央でもってね、壁でもって仕切られてるわけですよね。壁紙は剥がれてるし、ベニヤ板むき出しになってるし、隙間もある、なんとも寂しい作り。さあと思ったんですが、やっぱりシャワー浴びるような気持ちもないんで、もういやもう疲れた、もう寝ようって、そのままゴロンとゴロ寝しちゃった。翌朝になるとね、この同僚の方が、おい隣の家な、あれ猫だか犬だか知らないけど、なんか住み着いてるだぞ、夜中になんか動き回るような音がしてな、壁ガリ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 なんかしっかりてんだよなって言ったんで、って話聞いてた。さあそしてまた仕事へ行った。現場でもってあれだこれやって大変に忙しい、もうどうしようなんて言ってるうちに4月過ぎちゃって、もうこれで帰ろうよ、遅くに帰ってきた。でまたシャワーなんか浴びることない、そのままゴローンってこんなって寝ちゃった。さて3日目、さすがに3日目ですからね、多少余裕も出てきた。で全てがこうスムーズに動いたんですね、調子もいい。あれやこれやってたら結構いい具合に終わって、撤収もスムーズにいったんで、おい一息入れようか、おい中身うまくいったしなっていうんで、若手の社員一人連れて3人でもってね、町へ飲み行ったわけだ。さあ飲み行って、じゃあ帰ろうかっていう段取りになってくると、この若手の社員実家が近くだからって歩いて帰っちゃったんで、で荒木さんと同僚はねタクシー拾って二軒長屋へ帰ってきた。ついてみるとあたり真っ暗、うわそれにしても随分暗いな、明かりが全くない、あたりシーンとしてまってる。カシッリーッドア開けて中入る、明かりをつけたと、あらと思った。グッズなどが入れてあるその袋が開いてる、機材のその箱がね開いてる。おいちょっと待て、おいこれどうしたんだ、誰か来たのかな、そんなはずないんだ、鍵は他の社持ってないジムラだっけ。慌ててこれ空き巣かもしれないって言うんでね、調べてみたんですが何も盗まれてない。おかしいなぁ、何なんだろうなぁと思った。でもまあ面倒ですから、今日ぐらいおいシャワー浴びようでって言うんで、お湯のスイッチを入れてね、お湯が出たんであったかいシャワーじゃーっと浴びて、しばらくに2回も体を洗うことができた。あーよかった、気分よかった、じゃあおい寝ようかって言うんで布団敷いてゴローンって横になった。夜中小さな明かりをつけてるだけ、隣から声がした。おい荒木、荒木、うん、あちょっと、なんだ、おいほら隣音がするんだろう、なんかいるんだよ、耳を澄ますとなんかが始まりの音がしてる、なんかいるの、音がしてる、気配がある。でこの荒木さんが壁のところ行ってみた。剥き出しになってるベニヤでもって少し隙間がある、こっちも暗いし向こうは真っ暗で何も見えないんですが、一応覗いてみた。真っ暗闇なんですか、なんかこう動く気配がしたんで、おい真っ暗で見えないんだけどな、今目の前をなんかこうそっと通り抜けたようなそんな気配があったんだよ、おいなんかいるぞと、これお前どうも犬や猫じゃねえな、何か得体の知れないもんだぜって言うと、同僚がよせおい、こんな薄っぺらいお前壁一枚挟んで向こう側に得体の知れないもんがいるのか、嫌だなおい気持ち悪いなって言った。ああという話をしながら二人また布団の中にふっと潜り込んで寝ちゃった。どのぐらい時間が経ったかわからない、突然声がしたんで、へっ荒木さん目が開いた。やろうよって言うの、何言ってんだあいつ寝言かんとうるさいなと思ってると、おいよやめろよ、ね、やめろよ、こいつ随分はっきりした寝言を言うなと思ってると、おいもういいだれやめてくれよ、おい寝ないねおいやめてくれって言ったんで、おいなんだよって同僚が驚いた声で持って、お前今は
俺の膝掴めなかったか、何お前の膝掴まなきゃないだろう、俺のしたんだから、どうしたんだよ、いや俺今さ膝掴まれたんだよ、どう考えたって手が遠く距離じゃない、と思ってるとこの同僚が布団の中でもってガバガバ動き始めた。なんだろうと思った。闇の中ではっきり見えないんですが、しばらくするとこの同僚が震える声でもって、おい荒木、荒木、お前な信じないかもしれないけどな、俺今布団の中でな小さな子供の手掴んでんだよと言ったんだよ。おい離せ早く、そんなもん言われたの。同僚が手離した。布団の中ザワ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 なんか抜けてった。うーうーと思った。二人そのまま明かりをつけてふーっと来やがった。あたり何にもない。なんだ今の、なんだろうあれ、もう怖くて眠れない。で翌日からは実家が近くにあるというその若手社員のその人もその実家でもって泊めてもらうことにしたそうなんですがね。でも何度か気になる、で気になったもんですからあれこれと聞いてた。まあラジオ局という性格もあって情報も集まるんでしょうね。これがどうかは分からないけどある情報を聞いたって言うんですよね。というのは昔二軒長屋の一方に若い母親と小さな男の子が二人、三人家族が住んでたってんですね。下の男の子はまだおむつが取れないよちよち歩きの小さな男の子、まあ、そんなある日なんですが、この母親が家中の鍵を全部閉めてね、わずかな食事だけ置いて、で恋人のとこと遊びに行っちゃった。まあきっとその日のうちに帰るつもりだったんでしょうが、それは帰ってこなかった。次の日も帰ってこなかった。その次の日も帰ってこない。そして何日かして母親が帰ってきて玄関開けたと、そこに幼い兄弟が死体となって倒れてた。明かりもつかない暗い部屋でもって寒さと飢えでもって亡くなったんですよね。これは本当に常識のない身勝手な母親の過失ということだったんですが、調べてみたらどうもそうじゃなかったらしい。実はこの母親恋人ができたんで、どうやらこの子供が邪魔になったらしい。ところが自分の手でもって子供を殺す、これはできない。でそこで家に置いて食事を与えないどけは死ぬだろうと思ったんでしょうね。遊んで何日かして帰ってくれば多分死体になっているだろう。そして帰ってきたら案の定二人は死んでたわけだ。でそれをこっそりとあの大きな川の広い河川敷、そこに埋めようと思ったらしいんですね。何しろこの二軒長屋の周りには家が一軒もないの中の一軒家ですからね。隣の家には誰も住んでいない。この幼い兄弟が助けを求めても誰も助ける人はいないということをこの女知ってたんですね。これはどうやらその子供を初めから殺すつもりだったんですね。布団に入ってきて膝をつかんだその小さな手、それは多分殺されたその子供の手じゃないかなって彼が言ってましたね。こんな話聞かせてもらったんですよ。